早朝の羽田空港です。これからヤングジャンクさんの撮影に行ってきます。まだ撮影はい、これから撮影に入ります。さっきまで寝てたのでちょっと眠いです。でも外めちゃくちゃ吹雪いてて、今はマイナス4度とかみたいなので、きっと外に出た瞬間目もシャキッとするんじゃないかなと期待してます。行ってきます。行けましたか？じゃあ顔に行きそうです。あのライブじゃなくて、今暑くもないんですけどびしょびしょになってしまいました。すぐね、顔見びしょびしょになるね。この2日間でお風呂のロケというかシーンもあるらしくて、顔見多分そこでもおでこびしょびしょです。たぶん毛穴引き締まったな、これで。なんかこれ怖いね。本当にこれこの道を。全然怖い。怖い。これめちゃめちゃ楽しい。え？追突とかしないのかな。
日目はこれでラストです。てんてん浴衣、これからねこの浴衣をいっぱい解体していこうと思います。楽しみにしててね。初めて。たった今ヤングジャンプさんの撮影2日間全て終了しました。ちょうどねこのヤングジャンプは遠見の誕生日の当日に発売されるっていうことで今からワクワクが止まんないです。猛吹雪の中撮影したり、あとプールに入ったり、今温泉に入ってたり、北海道遠見今年初めて来た場所の一つなんですけど、もう北海道の魅力をギュギュッと凝縮した遠見と雪のクラブを見ていただけたらすごく嬉しいです。遠見のお気に入りのシーンはこのお風呂でのシーンなので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしててください。待っててください。チェックしてくださいそれでは以上遠見でした。本当にありがとう。また帰ってこられるように頑張ります。